今回挑戦するのは1番くじゴジラコング新たなる帝国。2年連続でゴジラ新作映画くじを引ける喜び。採用目当て A 賞はもちろんだが、 B 賞主張強めのマグカップや C 賞の書き下ろしアート、毎回楽しみなモンスターヘッドマグネットなど楽しみ景品盛りだくさん。ただ一つの疑問は、これがゴジラ映画かどうか。目覚めよ王よ、よろしくお願いします。みなさんこんにちは、青くじ TV の青です。かわおもう、イエーイ。さあ青井さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる予想ご覧ください。さあ始まりました。私が楽しみにしておりましたゴジラコング一番くじでございますよ。はい、本来ならですね、私単独で5回10回と挑戦したいところではありましたけれども、正直、上位賞ですね、80本中5本、これはかなり厳しいということで、親子3人一発勝負にしてみましたよ。はい、加えてね、パパも非常にですね最近引き用は絶好調中、プラス、1回900円というのもなかなかのネックでございます。うん、さらにさらに言うと、ゴジラコングということでね、少しジャパニーズゴジラ味が低い作品なのではないかということで3回にしてみましたよ。はい、いつも通りね、パパママ葵の順で引いてみました。誰か一人でいいから A 賞カモンお願いいたします。はい、まずはパパ実力通りの中間賞 D 賞でございますね。はい、選べるのでね、可愛い絵柄選びたいと思いますよ。続いて、ママにお願いしたいと思います。頑張れ。さあさあ、ママはパパの下行く一つ下ですね、これね、 E 賞のポストカード&ステッカーでございます。はい、こちらね開封物なんでね、後で何が出るかのお楽しみですね。うん、最後にエース葵、私の希望を叶えておくれ。頑張ります。よろしくお願いします。はい、残念無念ですが、私は少し嬉しい葵とお揃い D 賞でございます。はい、仲良しですね。うん、それでね、楽しい楽しい開封編行ってみたいと思いますよ。はい、結果発表です。E 賞ポストカード&ステッカー、ママがゲットしました。開封します。おー、かっこいい。はい、 D 賞ラバーコレクション、パパと私がゲットしました。はい、それではですね、景品紹介の方ですね、私パパ単独になります。よろしくお願いいたします。まずね、E 賞ですね、ポストカード&ステッカーセットとなっておりますね。こちらでもね、かなりいい景品かななんて思いますね。ポストカード4枚、ステッカーが1枚となっておりますよ。ステッカーの方がですね、当時の劇場版のね、宣伝用のポスターのステッカーになってますね。かっこいいビオランテ。そしてですね、ポストカードの方も昭和60年代後半からですね、平成初期の私の愛したゴジラちゃんたちの写真となっております。これも嬉しい。そしてですね、今回のくじのね、話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、今回はね、本当に振り分けがかなり厳しいものでしたね。バランスとしてはね、上位賞
週刊賞、快賞、こちらがそれぞれね2つずつというような振り分けに感じたんですけれども、上位賞がトータル5本ね、これに対してワンロット80本、これはね本当にねかなりかなりきついですね。私的にはね、いい賞以外はね当たり景品かなと思う部分もあったんですけど、まあ、先ほどもね言った通りいい賞がねかなり良かったので、そこは救いかななんて思っておりますね。ちなみにですね、前回のゴジラマイナスワン、こちらのくじの方ね3回っていうね回数で挑戦していたものですから、まあ面白くはあったんですけど、ゴジラコングに関してはね、なんていうか、まあ世紀のゴジラっていう感じがしなかった。まあはっきり言えばね、キングコングの方の3部作に入るのかななんていう作品なんじゃないかなというふうにね思ってるんですよ。まあこちらね景品変わりまして、 D 賞のビジュアルラバーコレクションなんですけれども、こちらの方にはね唯一かなコングのねラバーコースターがねあったので、まあそれでも良かったのかななんて思ったりしたんですけれどもね、やっぱりね、まあ優先順位としてはゴジラ系のね景品ということで、ゴジラとねキングギドラにしてみました。あくまでねこの作品ね主役はねコングなんですけれども、タイトルの方がねゴジラコングとなってまして、まあ現在のね知名度の違いなんですかね。日本でね、撮った時は確かキングコング対ゴジラだったんでね、キングコングの方が有名だったのかな。まあそしてですね、映画のね内容の方なんですけどね、まあネタバレは避けるようにはしたいと思うんですけど、やはりねバトルシーンはね最高、かっこよかったですね。さすがハリウッドといったようなねクオリティではあったんですけど、内容はどうかな、ライオンキングの怪獣版だと思ってもらえるといいのかななんていうふうに思っております。コングのね、まあ、ライバルとなってますスカーっていうキャラクターがいるんですけど、そのスカーがね飼っているまあトカゲみたいな怪獣がいるんですけど、それがハリウッドのね初代ゴジラに類似してるかななんていう感想をね持ちましたね。まああとね少し注文をつけるとするならば、ゴジラがねやっぱり正義の味方感が出てね、昭和中期あたりのねゴジラあんな感じになっちゃってるのかな。まあ正義の味方っていう設定ではないんですけど、こうあんまり恐怖感のない感じですね。そこら辺をねマイナスワンを見た方としてはちょっと不満かな、あそこまでの怖さっていうのはね出てないかなっていうふうに思いましたね。まあ、そしてですね、楽しみ、さらに楽しみになってくるのが今年のね、末の後半の方になりますね。ゴジラのね70周年を記念した一番くじ、こちらが出るんですよ。その時のねソフビックスが初代ゴジラですね。こちらのソフビックスがあるということなので、こちらはねやっぱり10回は挑戦したいなーなんて思ってます。今からねお小遣い貯めて備えようと思っておりますよ。今回は一番くじゴジラ結果報告開封編をお送りしました。それでは葵さん、今回のくじの結果の感想をお願いいたします。はい、今回 A 賞上位賞取れなくて悔しいです。次回は頑張ります。パパもそろそろ本気を出したい。いつも本気なんだけどね。頑張ろうね。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじ転生したらスライムだった系を公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。次回は70周年くじで勝負だゴジラ、勝負だ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。